どっちも違うグミやった。やっぱり暖かい季節が好きです。まあ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 、極寒よりかはね。極寒よりかは。お空は寒いのもまあそんな嫌いじゃないですよ。服さえあったかいのを着ている寒さは耐えれる。今エアコンだね。エアコンで暴風。グミが流行っているとテレビでやっていた。嘘。流行ったのかな。なんか流行りかは分からんけど、単純に食べたくなる。これはクエン酸が入ってるらしい。そう、なんかね、風がね、当たってくるんよ、エアコンが。で、ケープも何もしてないので、今日の前髪も自由自在、動きまくりです。うん、分からんけど。これね。日常で感じる一時的な疲労感とストレスを軽減するらしいよ、このグミ。わからんけど。普通にサラはグミの目的として買ったけん。効果があれば、ラッキーぐらいやけど。田中美穂がね、乗せとったグミ買うか迷ったけど、買わなかった。ホワイトチョコがあんま好きじゃないので、買わなかった。うん、ちょっと硬いね。うん。あ、リバティ、そう、リバティエイジの服、届いているみたいですね。お手元に、届きましたか？届きましたでしょうか。 T シャツとキャップ、うん、届いた人と。まだね、あ、でも今日普通に平日やけん、あれか。キャップだけまだ？どういうか、え？そんなことある？注文を別々にしたとかでもなく、普通に？普通に、バラバラで届くんですか？
人によるんかな。両方届きました。雪の影響がね、確かに雪の影響はあるかもしれん。コンビニもね、なんか雪の影響で届いてませんみたいな感じで、おにぎりかな？おにぎりのコーナーかなんかが、そう、すっからかんになっとった。そしたらグミを買っただけやけん全然いいんやけど。注文同時にしてもバラバラに届くんだ。謎だね。謎システム。もう届いた人もいるし。謎だね。浅香さん、すけさん、あかゆるさんとさん、めっちゃかわいい人。ありがとうございます。ゆうちゃん、ありがとうございます。ね、寒いから。寒いからってか、雪はね、そういう、あれがあるからね。多少の雪なら楽しいだけではあるけど。だって、今、ていうか、今回の雪、10年に一度とかの、あれなんでしょう。寒さ。指が凍る寒さです。それはもう北海道、秋田とかその上の方は、そりゃそうだね。広島、どうやろう？そんな見てないけど。積もってはないと思う、特に。積もっとったとしても溶けたんじゃない？わからんけど。大人になるほど雪が楽しめなくなる。さあ、まだ楽しめてるんで、まだ大人じゃないかもしれない、じゃあ。まだ楽しめてます。なんか、ニュースとかで、めっちゃ、もう風と雪に押されて、もう、台風かってぐらい 雪とね、風に押されて大変なことになっとる、なりながら出勤しとる人たちの映像が流されとって、こうまでして仕事に行かないといけないのかって 思う、ちょっと思った。家にいるのに手がかじかむ。それは、だいぶ、もっと着込んで、暖房つけて、ぬくぬくとするしか。
今全然寒くないです。水道管ね、そんな、やばい。本当に10年ぶりに雪積もった。10年ぶりを毎年言ってるっていう人もおれば、本当に10年ぶりに雪になった人も、それぐらいの寒さってことだよね。風がやばすぎ。風って雪と関係あるんかな？その寒さと風って関係あるんかな？たまたま、それも、ついてきてしまったのか。ね、電車通勤とか、車通勤の人はね、滑ってしまうよね。しかもそんな、もともと、雪が降っ、もともとさ、雪が降りますみたいな、県に住んどる、東北の方に住んどる人はさ、対策っていうか、慣れとるっていうかさ、対策をさ、常にやっとるけん、あれやけど、そうじゃないところからしたら、大変よ。でも去年北海道行った時は、北海道行った時は、もう防寒めっちゃしていったけど、そしたら車の中も、移動の車内の中もめっちゃ、移動の車内自体めっちゃ暖房効いとって、で、しかもめっちゃ防寒もしとるけんさ、暑くて、本当に汗出るわってぐらい暑くて。ダメだろこれってぐらい、逆に暑かった。対策できるできないはね、違うからね。タイヤ、雪滑らない用のタイヤとかさ、そういうのをもともと持ってるのと持ってないのとじゃ全然違うよね。そう、北海道、そんな桃鉄その時が初めてやけど、去年が初めてやけど。でも、本当に、空港と、テル。本当にね、でも空港と、移動の、バスと、会場の数歩ぐらいしか北海道の外を感じてないんですよね、特に。感じてなさすぎて、北海道という北海道の思い出特にない。ご飯食べに行くとかもなかったし、ほんと着いて、桃鉄は、公演、一公演やって、ホテルに帰った。それだけなんですよ、桃鉄。秋田はね、きりたんぽ食べて、とかはできたけど。北海道は全然、これといった大きな何かはない。メール送りまーす。
そう、しかもね、あの頃、まん延防止なんかが多分、出とって、そう、ちょっと厳しくて、ご飯に行けるとかも特になく。そう、お弁当。誰と同じ部屋やったやん。おっちかな？いや、ありちゃんかな？そう、誰かと、誰かと、誰やったかな？ちょっとあんま覚えてないやん、北海道。こっちかな？誰かと一緒に。部屋でお弁当を食べた記憶ぐらい。そう、秋田の方が寒かった。秋田の方が寒かったっていうか、秋田の方が外に出とったけん っていう可能性はある。秋田の方が外に出た時間が長かったけんっていうだけかもしれんけど。雪にダイブしたある方の写真撮りました。どういうこと？ああ、ファン同士で。ファン同士で。メンバーのことかと思った。たまたま居合わせて撮ったかと思った。秋田のホテルはオッチと一緒やったのは覚えてるけど、北海道、誰とったんかな？オッチか、一緒かな？あ、そうだね。今日はどこ行っても寒いですね。いや、でも、北海道とかその辺はさ、レベルが違うよ、寒さの。きっと。カメラ回したらまずいやろって。あ、その言葉で思い出した。でも、全然秋田でも何でもないけど。いつだっけな？成人式だ。1年前。いや、あ、1月の方。1年前の、クアトロで成人イベントやった時に、着物で写真撮りたいねってなって、で、いいところ、どこだろうねってなって、パルコの横の、なんか広場みたいな。公園？なんかわからんけど。広場みたいな。ところにあるオブジェのとこで、成人メンバーで写真を撮ったんですよ。その時めっちゃカメラ回された。今その言葉で思い出した。そう。めっちゃカメラ出されて。カメラっていうか、まあ、携帯やけど、めっちゃ盗撮されました。その時。もうめっちゃ1年間忘れとった記憶。もうその言葉で思い出した。一緒に UFO に行きたかったって。何言ってんだ。 何を言ってるんだ。そうなるよねって。いや、ならない。あ、アリスガーデンって言うんだ。そこだ。
違うよ。全然知らない人とかじゃなくて、みんなだよ。みんなだよ、割と。その後イベントに来てた人とかだよ。そう。そうが、そうがそうだった。そこで撮ってるそうがそうでした。そう、めっちゃ思い出した、今。ファンだったらなおさらダメだよって思いながら。来るの早っと思って。しかも来るの早っと思って。たまたまその下にいた人は、まあラッキーっちゃラッキーですね。その行為は NG なんて。まあ、自分に問いかけてみてくださいって感じ。NG なんて。どうかなと思う時点でやめといたらと思うけどね、サラは。そう。初めての盗撮かもしれん。いや、初めての盗撮ではないな。でも、初めての盗撮かもしれん。二十歳で。あ、でもその時まだ二十歳なってないや。成人イベで。初めての、盗撮を経験しました。そう、なんか全然 STU 知らないとかアイドル知らない人が、なんだろうと思って撮ったとかではなく、もう普通に、STU のグッズのバッグ持っとるやん。みたいな人たち。普通に、見覚えある人が普通にカメラ回して。私はね、そういうの厳しいので、私のファンの人は、私ね、そういうのしないでください。しないでください。そう、初めての盗撮。盗撮というか、まあ盗撮ってどう。プライベートではないけどね。まあ、プライベート、まあ微妙ですね。確かに。プライベートでは、プライベート取られたらもう、そんなんもう、激おこですよ。それはもう本当の盗撮になる。そんなプライベートでおるところを勝手に撮られたら。そんな、本当のお子になっちゃう。なんだろうと思って撮った人は OK というか、普通にファンでメンバーに顔知られてる可能性があるって自分で思ってるのか思ってないのかわからんけど、っていう状況にありながらも、カメラを向けれる精神はどこから来ているんだろうって普通に思うだけです。え、なんか、そう。でもさ、そういうのの最大値の怒りは、それを SNS に載せる人。それはも
一番嫌いです。一番嫌いなタイプ。激おこですプライベート取られたら激おこで済まないかもしれない。もう激おこの先があるかもしれない。もうそれは。訴訟を起こすかもしれない。そうですね。金子太陽の写真はもう存分に撮ってもういらんだろうってぐらいいっぱい撮って、もう何枚でもシャッター切って何枚でもね、SNS に載せてくださいと思うけど、やっぱ盗撮したやつを SNS に載せるなんて。だってそれはきっと撮って載せて、フォロワーとかオタ仲間に俺は見たんだ っていう。マウントでしょう。最終的にはそこにつながるんでしょう。そういうのは大嫌いです。 そういうのは大嫌いです。カズマさん、くまーん、つのさん、バロー、ありがとうございます。まあ、一般常識を兼ね備えている方、兼ね備えている一般常識を持っている方は、そんなことしないと思うので。大人になった？なってないよ。なんなら今日全然メイクしてない。そもそもメイクはしてないけん。幼く見えるはずなんやけどね。確かにそう考えたらさ、めっちゃそういうの見とるタイプかもしれない。もしかしたら。見てますよ。あんまり見てますよ。なんかね、見ようと思わなくても視界に入ってくるんですよ。そう。まあそう考えたら、防犯面では安全かもしれん。そう、なんかね、すぐ、そういう行為を見ようと思わなくても視界に入ってくるんですよ、これ。なんか良くも悪くも、良くも悪くもなんですけど、ちっちゃい頃からね、この能力ある。そう、何か、第六感？なんか分からんけど、何かがね、多分ちょっと冴えてるんですよ。オタ特有の動き？どういうこと？どういうこと？どういうこと？サラ、どういうこと？サラがってこと？いや、なんか、見ようと思ってなくても、パッて見たときに、が視界に入ってくるとか、そういうのが視界に入ってくるとか、割とあるんですよ。そう。そう、ちっちゃい頃からあるんですよ。なんかこの人嫌だなと思ってたりすると、やっぱほらねって思うことがあったりとか、小学校の頃からあるんですよ。そう。結構。何幽霊来ちゃったよって。何言ってんだ。能力者？能力者。いやでもね、本当に、いやなんかもう、自分がちっちゃい頃からけん、みんな、人間みんな、そういう風に感じるって思ってたんですよ。その自分の中のその基準が普通と思っとったよ。そしたら、案外なんかそういうのを、
何も感じてないというか、分かってない人の方が多いんだなってことに気づいて。なんかね、感じるんですよ。第六感かもしれん。そんな話してる方が寄ってくるぞ。何言ってんの？話理解してますか？ 話理解してますか？今全然幽霊とかそういう話してませんからね。普通に生身の生きてる人間の話をしてるんですから、ね。何言ってるんだ？生身が寄ってきたら逆に困るな。サイコパスとか？どういうこと？ どういうこと？ ちょっとよくわかりませんけど。そう、例えば、精神的にね、カメラを向けられてたって言ったじゃないですか。でもそういうのも、他のメンバー割と気づいてないこととか多い。なんか、パッて見たときに、あの人カメラ向けてる、みたいな。とか、あの人絶対待ち伏せしてる、とか。そういうのを、そういうのがパッと、人より視界に入ってきやすい。視界に入ってきやすいのか、見つけやすいのか、何なのかわからないけど。あるんですよ。意外と。そう、別に、見よう見よう。探そう探そうと思って、こうやってるわけじゃなくて、普通にパッて見たときに、で、なんか視界に入ってくるんですよ。っていう話。そういうのがね、視界に入ってきやすい。そうなのかもしれない。栃木のスーさんハート。ありがとうございます。タワさんありがとうございます。プロはそういう時にも微笑み返すものだって。誰がストーカーしたり待ち伏せしとる人に微笑み返すかよ。そういうこと言う人がね、そういうことするんですよ。自分も気づいたけど周りに言わなくて後悔したことが何度もあって。ああ。なるほどね。おしめにプライベートで会うのはなかなか気まずいって。なんで？自分がそのおしめに知られていると思っているからですか？それともただアイドルのプライベートを見たくないだけですか？ どっちですか？そう、やけん、東京行った時とか、まあ、東京じゃなくてもそうなんやけど、芸能人とか、そう、有名人とかを見つけれるんですよ。見つけれるっていうか、まあ、普通にこう歩いてて、パッて見た時に、あってなるよ。だけどさら、ファンの人？まあ、あんまないかもしれんけど。あんまないな。いや、でもあるかも。自分のファンとかじゃなくても。あの人がいつも公園におる人だとか、パッて視界に入ったりとかするときは、そう、芸能人とかめっちゃ気づくんですよ。ありちゃんとかと東京で、おっても、ありちゃん全く気づかん。もう、全く気づかんくて。逆に、なんでそんなに気づかんのってぐらい、全く気づかんないけど、めっちゃ気づく。東京行ったら毎回誰かしらを見かけるぐらい、見かけるんですよ。
会ったことない芸能人？会ったことない芸能人？うん、そうだよ。全然会ったことない人。そう、それでもね、ST 入る前からなんですけど。パッて。あ、あの人なんとかっぽいとか思ったら、あ、やっぱそうじゃんとか。めっちゃなるんですよ。前、ソラハさんと東京でカフェ行った時に、私そういうの得意なんで今日も、じゃあ誰か一人見つけますねって言って、そうって言って、渋谷駅を地下から登って、原宿か。いや、渋谷だ。いや、違う、原宿だ。表参道らへんのところを、パーって見て、パーって上がって、パーって、そういう、じゃあここからスタートですねってそらさんと言って、見つけれるからって言って、パーって出た瞬間、あってなった方がいたんですよ。まあ一応誰とは言わないでおきますけど。そう、48の、AKB さんの一人がいて。あってなって。ほら、もう見つけれたってなった。いや、本当に、本当そうだよ。昔も、普通に家族と旅行で東京来た時に、109で買い物してて。で、パッて見た時に、チームエイトの、まあ、一人の方が、いて、とか。そう、そういうのがね、めっちゃある。え、めっちゃあるよ。だって友達と東京に旅行行った時も、まあね、ちょっと名前思い出せんけど、普通に男性の俳優さんかな？なんか結構 CM とかも出てる。ちょっと名前わからんけど、そう。人が前からこう、普通に歩いてきて、パーって友達と見て、友達に、あの人って言って。そう。そしたら多分、横にマネージャーさんっぽい人と歩いてて、原宿ら辺で。とか、なんかそういうのいっぱいある。そう、この前、千穂さんと行った時も、千穂さんと行った時も、なんかね、TikToker？ なんていうの？インフルエンサー？そう、カップルのインフルエンサーの人たちが多分 YouTube 撮影しとったのかな？普通に携帯持って撮影しながら歩いとって。で、チョウさんに、またその時も、空見つけれるって話をチョウさんにしとったけん。チョウさんに。でもさ、その時なんか、めっちゃ平常心で見つけてしまって、あ、あったあったとかそんなんじゃなくて、普通に、チョウさんに、あ、見つけたって言って、そしたらチョウさんに、見つけたって言ってびっくりされた。そう、普通に見つけて、そう、そういうのがね、本当に多いんですよ。そう、前も、普通に東京駅とかでも、そう、前から、とある YouTuber の方がいて、男性の YouTuber の方が前から来てたんですよ。で、サラ、アリちゃんが前にある、前、サラの前に歩いとって、で、前からその男の人が来たんですよ。その YouTuber の男の人が来て、で、こう歩き寄ったよ。こう歩き寄って、で、あっと思ったよ、サラはもうすでに、あの人だと思って、あの人だと思って、アリちゃんに言おうかなと思ったけども、言ったら、その相手の人も、もう言われたって気づくぐらいの、めっちゃ至近距離におったけん言わなかったんですよ。で、自分で心の中で、あの人だと思っとって、で、そしたらアリちゃんが、その人とぶつかりそうになったんや。ほんともう、こんな至近距離でぶつかりそうになって、パってなって、あ、みたいな感じで、ごめんなさい、みたいな、あ、みたいな感じで、避けてたんですよ。やけん、さすがに、アリちゃんに気づいたかなと思って、ね、今のって言ったら、なんかアリちゃん、ん？みたいな。なんが？みたいな感じで、え？みたいな。あんた今、ぶつかりそうになっとったの、あの人よって言ったら、なんか、え？みたいな。早く言ってよって言われて、そこまで見ても気づかんのかと思って。それぐらい、そう、気づくんですよ。気づかんの問題もあるけど、知っとる知ってないの問題もあるかもしれん。普通にいろんな有名人というかそういうのを気づけるのは知ってるから気づけるわけだから、そう、あってなったんですよ。
でも東京の場合はちょっと見つけようと思って、視野を広げとる自分もおる。そう、それも確かにある。なんか、普通に見つけたっていうよりかは、ちゃんと見つけようと思って、ちょっと視野を広げとるのもある。めっちゃあるんよ。本当にあるんですよ。有名人が好き。有名人、まあ嫌いじゃないよ。好きですよ、そりゃ。好きですけど、普通に好きですけど、ヒカキンさんではないですね。で、そう。普通にね、パッと見て、あ、があるんよ。で、大体メンバー誰も気づいてないとか。そう。よくある。本当によくある。YouTuber の人とかも、めっちゃあるし。そう。めっちゃ気づくんだよね。もうめっちゃあるんですよ。前にスキー、イーさんが東京駅でイベントしてた時もすぐ気づいた。そう。そう。そう、STU のメンバーがもうただの移動、帰りの日かな。普通に音楽番組、なんか帰るときに、マネージャーさんとこう移動して、パって止まって、パって見たら、なんか、ソウが、そこにいたソウが、あ、ぽい人たちいるな、みたいな。まあ自分も、サラもさ、やっぱ、オタクをしていたので、オタク層というか、なんて言うんやろ。自分がオタクしとったけどさ、なんとなくわかるんよ。で、ぽい人たちおるな、え？めっちゃそうじゃない？え？そうじゃないってパッて奥見たら、なんか SKE さんが東京駅の、そう、東京駅のど真ん中でなんかイベントしてて、ってなって、それこそ多分近くの南さんとかに言って、そう、で、そこで待っててみたいな、そこで待機みたいな感じやったっけ、マネージャーさんたち。います！ います！イベントしてますって言って、ちょっと離れた位置に行った。さすがにさ、SKE さんがイベントしてる横でさ、同じ48グループのメンバーが、メイクもせずに帰り道に会うって、ちょっとさすがに気まずいじゃないですか。で、そこにおった SKE さんのファンの人たちは、多分気づいてないくらいの速さで、まあ、いなくなったんですけどね。そう、それもあったわ。確かに。街でサラピと会ったら婚姻届を渡します。もうそんなん通報案件。通報案件。そこに婚姻届に書いてある、そちら様の情報すべてを見て、警察に差し出します。秒で逮捕。秒で逮捕です、そんな。気づかなくても全然ショックじゃないかも。逆に、それをこっちが見たら、サラは気づいて、向こうは気づいてないとかやったら、逆にこっちだけ、こっちだけ気づけて、なんか楽しくなる。楽しくなる。あ、気づいてないと思う。そう。ああ、向こう気づいてないって、楽しくなる。そうそう、本当にあるよ。本当に多くて、なんか、何かと。そう。新幹線でも、めっちゃ見つけたことある。そう。本当に見つけたことある。なんか向こうが先に気づいとって、めっちゃ見られて、で、見て、あってなることもまああるけど、逆パターンもめっちゃある。もう全くファンの人気づいてないみたいな。全く気づいてなくて。で、サラが気づいて。でも、確信ないしさ、こっちも。マスクしとるし。まあ、確信ないなーって思って、ツイッター掘ったら、なんか、帰りの新幹線の、なんか、何？弁当とアクスタの写真をツイートしてますみたいな。なんか、今回も。絡んでくれた皆さんありがとうございました。みたいな。ツイートとかが10分前とかになっとったら、ああ、やっぱねってなったりとかしたことがある。本当にある。
そう、でも、サラのファンの人はないかも。まだ、今のとこ。なんか、お話し会に来たことあるなぐらい。最近来てないけど、サラのファンの人ではない。けど、サラのファンの人ではないけど、誰をしかも知っとるよ、みたいな人とかを見つけたことある。しかも割と最近。サラのファンの人を見つけて、サラのファンの人気づいてないけど、サラは気づいたとかはあんまないかも。それはないかも。そう、新幹線とかではね。一回会ったのは、めっちゃ最近やけど、新幹線の同じ車両に、二人乗っとったやん。二人おって、え？二人も？ってなったことある。そういうのは多いです。だって一回ね、本当に自分、そういうの高いんだって思ったのが、普通にこう、歩いとって、新幹線の中歩いとって、で、メンバーみんなおって、何やとか、普通に、もう結構乗る時間がギリギリで、いや、本当はもっと奥の車両やけど、早めに乗ったみたいな。手前の車両で乗って、車両の中を移動したんです、一回。結構メンバーみんなで。全然、本当に全然、時間がなくて、そう、やけ、一旦乗ろうってなって乗って、みんなでこう、ガラ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 って、そう、車両を移動してたんですよ。で、サラはそのメンバーが何人も行っとるうちの一番後ろ ?6 人ぐらいメンバーがおった、一番後ろにの、を歩いてたんですよ。一番後ろをこう歩いて行きよって、で、なんか、何を思った?でも別に何を思ったわけでもないんですよ。なんか、パッて見えた後頭部。全然知らん、わからんよ。わからんけど、後頭部を見て、なんかこの人って、何を思ったのかわからんけど、なんか、何かを感じたんですよ。後頭部、本当に後頭部、ただの後頭部。おじさんの後頭部をね、見て、なんか、なんだろう、この人と思って、なんか怪しいと思ったよ。向こうがめっちゃ見とって、メンバー、サラの前を、行っとるメンバーのことを、めっちゃ見とって、めっちゃ見とる、この人と思って、で、サラ、進むときに、この後頭部怪しいと思って、そう。顔を見てやると思った そう、顔を見てやると思って、パッて見たら、うちの山本学部でした。そう。で、わーってなった。わーってなったんやけど、そう。そういうのがね、本当によくあるんですよ。そう。そう、そういう、そう、多分向こうも、あ、メンバーいると思って見てたんでしょうね、きっと。でもそう、めっちゃ見とるっていうのを、パッて気づいて、そう。で、怪しいと思って。顔を見てやる、こっち側と思って。そう。こっちが顔を見てやると思って、パッて見たら、向こうももう見てたから、多分向こうは気づかれると思ってない。だって、こう向いとって、こう見とって、こう引き寄るけさ、こう振り向かれるとは思わんじゃん、絶対向こうも。どう話しかけた?話しかけてないよ。わあ わあって終わり。わーって言ってもすぐ行った。だって新幹線行ってさ、他の人もいっぱいおるしさ。多分同じ現場に、多分なんかのフェスかなんかかな。多分同じ現場に、多分行くときやったんかな、多分。で、他のメンバー誰も気づいてなくて。本当に誰一人気づいてなくて。え、いたよって言ったらみんな、え、嘘?みたいな。そう、全然気づいてなくて。まあ、それ気づくわけないよ、普通に考えて。そういうのは本当に多々あります。なので根拠のない自信ではなくて、ちゃんと実績のある自信です。この第六感的なものは。なので皆さんも気をつけてくださいね。つけてください。そう、なので、
そういう体験を、南さんとか、オッチと、高尾紗友香と、することが、そういう経験をしたことが多いんですよ。まあ、チャートリーとか、まあそういうので、そういう機会が多くて。で、南さんと、特にオッチには信用されてます。そう。帰りの車両とかが一緒やったら、喜ばれる。オッチに。サラが、さあ、辞めたら、警備の人になろうかな。運営じゃなくて、っていう警備。公演の時とか。注意するよ。カメラ撮影しないでください。カメラ撮影しないでください。消してください。ゴミ箱入れてください。ゴミ箱からも消してください。監視役になろう。メンバー守り隊になる。あ、聞かなかったらもう今後もう STU 関係のイベント入らせませんので。ステージ横の警備はちょっとさすがにそれは嫌だな。それはちょっと男性の警備の人にお願いして。そう、もうもはや没収する。没収。スマホをゴミ箱に捨てるかと思った。いや、それしたらこっちもちょっと悪くなっちゃうんで。こっちも悪くなっちゃうんで。やらないです。冷静に。注意されるためにカメラ出す。じゃあもうそういう人のスマホはもうぶっ壊します。壊します。自宅警備員の話じゃないです。普通に警備員の話です。自宅じゃないです。ちゃんと警備の話。自転車で行く。イモースの企画みたいに自転車で踏むよ。叫びながら。盗撮したのは悪いんだーって言いながら。自転車で引き散らかもうちょっとしたら。ランキングをお読みしたいと思います。そうだよ、もう、そんな、それでも喜ぶ人いそう。そんなで喜ぶ人はもういいよ、喜んどけばいいよ。そこまで行ったらもうおかしいから。そこまで行ったらもうおかしい。笑えるおかしいじゃなくて、もう引くおかしさだから。そこまで言ったら。おしめななみさん、あさかさん、おいでます元気さん、バラ。けんさん、とうとい、ゆうちゃん、すけさん、スマイルさん。ありがとうございます。ではね、そろそろランキングを読みたいと思います。明日はね、
しっかり起きないと。それでは、ランキング読みまーす。48位、スマイルさん。24位、柴犬さん。13位、角さん。12位、タさん。11位、竹雄さん。10位、キヨパンさん。9位、タくん。8位、おしめん、ななみ、NM さん。7位、浅香さん。6位、おきゆきさん。5位、おいだます元気さん。4位、ゆうちゃん。3位、かずまさん。2位、けんさん。1位、赤ヘルサンタさん。ありがとうございました。もう終わりですかね。そうです。もう終わりです。1時間くらい経つので。それではね。終わりたいと思います。今日は、あれ？今日水曜日か。火曜かと思ってた。今日は水曜日。ってことは、明日は木曜日。ってことは、明日は木曜日。明日もね、寒いかもしれませんが、頑張りましょう。私もちょっと明日は朝起きれるか不安なので、ちゃんと暖房のタイマーをして、寝たいと思います。それでは皆さん、人生滑らないように明日も。人生滑らないように頑張りましょう。では、終わりまーす。バイバーイ。